薬さじ薬さじとは、個体の化学薬品を容器から移したり、計量するために使用される、スプーンのこと。粉末や下流など、固形の薬品を測るための器具。薬師は、元は、薬師と読み、漢方薬の着薬や散剤などを測る器具を言った。柄の両側が、大きさの違うさじとなっているものや柄の反対側が、ヘラになっているものが多い。 殻の反対側がヘラになっているタイプのものはヘラを意味するスパチュラ、あるいはスパーテルともしばしば呼ばれる。材質はステンレスやチタン、白金などの金属からなるもの、ABS 樹脂、テフロンなどのプラスチックからなるものと様々である。ステンレス製のものは酸性物質や酸化性物質に使用すると腐食され、ABS 樹脂のものは 有機物に使用すると溶けてしまうことがあるため使用する対象によって使い分ける必要がある。特に火酸化物など金属スパチュラで扱うと爆発する恐れがある物質を扱う際は注意しなければならない。チタン、白金、テフロンなどを材質とするものは高価だが耐食性に優れている。大きさは耳かきやマイクロスパーテルとも呼ばれているようなミリグラム単位の 薬品を移すために使用される小型のものから、一度に 100g 程度の物質を移せるような大型のものまである。医者が薬を調合する際の計量に薬さじを用いる様子から、さじ加減という言葉が生まれた。また、物事を諦めて放り出してしまうことを意味する。さじを投げるという言葉も、医者が薬の調合をやめて、患者を見放す様子から来ている。AB、日本人の知恵。 官報、城西大学水田記念図書館、2020年2月23日閲覧、ありがとうございます。